こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。F2 戦闘機の後継機として開発されたのが新進と呼ばれる X2 実証機です。純国産機なので X2 新進のカラーリングはもちろん日の丸カラーの白と赤、なかなかかっこよいと評判で32回のテストフライトで計器類やレーダー、ステルス性など各部分のテストを繰り返しました。現在のところテストフライトは終了となり、同時に新進の役目も終了とされました。ではこの新進について隣の軍事大国、中国の反応はどうだったのでしょう。中国に関する記事を見つけましたのでざっと紹介しますね。まずは日本が X2 新進を完成させた状況に警戒していると言われます。というのは日本単独で戦闘機を製造できる能力を持っているということと、ステルス機を完成させたという証拠となるからです。日本は防衛力でもアメリカに依存している状況ですが、軍事に関する工業力は新進を見てもやはり脅威となりうるのです。もちろん新進だけでなく P1 哨戒機などについて考えてもやはり脅威と考えられているようです。また新進はアメリカの戦闘機を上回る性能を見せたこともあったので、今後日本の軍事工業力をどう評価してすればいいのか理解に苦しむとも言われますし、 F3 戦闘機の動向も気になると考えているようです。だからこそ中国も今後もっともっと高性能な戦闘機を開発していく努力が必要になると推測されています。上記の記事でもお分かりのように中国は X2 新進実証機を作ったことで日本に脅威を感じているようです。しかし F3 戦闘機についてはまだ未定ということです。 F22 プラス F35 戦闘機の提案がアメリカのロッキード・マーティン社から日本側に打診がありましたが断っている状況です。現在は白紙状態ですが、イギリスのテンペスト計画にも日本は誘われているのです。戦闘機の操縦桿を握れなくても日本への様々な申し出は多くあるようですね。個人的には第6世代戦闘機として見た場合、テンペストの方が優れているように感じます。今後登場する戦闘機は、本体とそれを取り巻く部分、例えば付随するドローン戦闘機の自律制御が可能になってくると思われます。まるでガンダムのファンネルか、ドラグーンかと思ってしまいます。ファンの方ならご存知でしょうが、ファンネルとは初代ガンダムに登場した武器で、人間の脳波で機械を制御、操作しながらビーム砲で攻撃する小型兵器です。また、ドラグーンとはガンダムシートに登場した武器で、ファンネル同様パイロットの脳波で制御コントロールし、敵を攻撃する兵器です。現在、F-35 ステルス戦闘機は、世界中で最も使用されている戦闘機ですが、高額なので、できれば、あまり実戦には使いたくない。損害を出したくないという機運が強いようです。その結果として、F-16 や F-15 戦闘機に多くの、ミサイルを乗せて出撃させ、航続機で編隊を組み、高度レーダー搭載 F35 によって状況を把握することで編隊を組んでいる味方機にネットワークで指示を出すという戦術を使うことになってくると思われます。
要するに高額の F-35 をブレインとして使い、肉体労働は F-16 や F-15 にさせるという考えのようですね。将来的にはこの F-16 や F-15 戦闘機が無人の自律制御型に切り替わっていくと推測されます。自分で飛んで自分で帰ってくる。そして F-35 戦闘機からのミサイル発射命令に従うということも可能になるのですが、この場合の F-35 ステルス戦闘機は2機必要になるでしょう。 X-2 新進の戦闘機は前述した機能ぐらいは備えているはずですし、今のままでも戦闘機として使用できると思われます。新進という優れた戦闘機を作れるのだという自負が日本には誇りとなるでしょう。今後の新進の試験飛行が繰り返される可能性もありますし、当然ながらまだまだ改良の余地も当然あると考えられます。技術力についても現在も進化しつつある状況ですから、何回もテストフライトを繰り返してもいいでしょうし、IHI のジェットエンジンも何度テストしても何ら問題はないと思われます。日本は F-35 を大量購入する予定ですが、ストブル機短距離離陸垂直着陸機を開発できるかどうかについては護衛艦いずもとの連携も重要になります。 F-3 計画については閣議決定状態ですから、護衛艦いずもに艦載できるような戦闘機を開発した方が良いのではないかと考えます。短距離離着陸機の製造には F-3 の開発費としては安いと感じる部分があるのですが、その他の付属するミサイルやミーティアなど本体と別の部分でも開発が進んでいます。言うまでもなく中国が黙っているはずはなく、開発を進めているのかは不明ですが、空母や潜水艦、戦闘機など相手の方が数では上回っています。しかし肝心なのは質の部分でしょう。中国が質をどうやって向上させるか一番の課題となっていると推測されます。それと逆に日本は秘密裏に先へ先へと進んでいる状況なのです。X-2 新進の後現れる戦闘機はこれくらいはこなしてくれる。実際今のままでも戦闘機として使用できるだろう。新進を作れるという自信が日本には誇りとなる。 F-35 を大量購入する日本だが、ストブル機を開発できるか、護衛艦伊豆元の連携も大事になる。この部分はF-35B が担うことで、将来純国産のストブル機を見てみたい。 F-3 計画は閣議決定なのだから、護衛艦いずもに艦載できるような戦闘機を開発してみてはどうでしょう。中国も開発しているのかわからないが、空母や潜水艦、戦闘機など数では上回る傾向にあるが、問題は質の部分。質をどう向上させるか問題だろう。極秘に日本は先へと進んでいる状況だ。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2018年9月、日本の潜水艦黒潮が南シナ海で訓練を行っていたという事実が公表されました。一般的に潜水艦の訓練を公表することは滅多にないそうですが、どうして公にしたのでしょうか？理由は、日本の技術力の高さを世界に知らしめようと、あえて黒潮の行動を公表したのではないかと言われているのです。これはあくまでも筆者の想像に過ぎないのですが、南シナ海では護衛艦加賀、稲妻、鈴付きの3隻が航行の自由作戦を展開しています。海底に潜む潜水艦の存在を各国が知らなかったというより気づかれなかったという過程の上に、実は、と異例の発表をすることによって、日本の潜水艦技術を世界へ発信していると考えています。昨年2018年、黒潮はベトナムを親善訪問しました。これは、日本とベトナムの国交樹立45周年を記念したものでした。当時の説明をします。日本の海上自衛隊の潜水艦黒潮は9月17日、ベトナム海軍への親善訪問のため、乗員約80人で南中部沿岸地方海インフォア省のカムラン国際港に寄港しました。海上自衛隊は、同月21日まで同省に滞在する予定です。これは、ベトナム海軍潜水艦部隊などへの親善訪問によって、海上自衛隊とベトナム海軍との相互理解を推進し、加えて防衛協力や交流の進展を図ることを目的としたものです。先立つ9月13日、ベトナム海軍親善訪問部隊の潜水艦黒潮と、同年度インド太平洋方面派遣訓練部隊の護衛艦である加賀、稲妻、鈴付きの3隻及び搭載航空機5機が海上自衛隊の戦術技量向上を目的として、米国、フィリピン海軍と合同で南シナ海で対潜水艦訓練を実施しました。通常の場合、海上自衛隊の対潜水訓練は日本の周辺海域で行っていましたが、南シナ海での潜水艦派遣による訓練実施が公表されたのは、今回が初めてのことでした。この公表の理由としては、航行の自由をアピールして、圧力を強めつつある中国を牽制する狙いがあると推測されています。また、日本が戦略資産としている、いわば虎の子の潜水艦まで、動員したのは、中国への牽制に本格的に対処し始めたという証拠とも言われています。今回の南シナ海における合同演習には、様々な意味を持っているの、ではないかとも思われます。というのは、この訓練に関して、今までの訓練とは違うことに気がつきます。日本の海上自衛隊は9月17日、報道を通じてインド太平洋方面の派遣部隊とベトナム海軍の親善訪問部隊が13日、南シナ海で対潜水艦戦を想定した訓練を実施したと公表しました。海上自衛隊は、訓練に参加した戦力をインド太平洋方面の派遣部隊である準空母加賀、排水量1万9000トン稲妻、鈴付き、そしてベトナム海軍親善訪問部隊である潜水艦黒潮2750トンと区分しました。実は海上自衛隊は8月21日加賀を含めた3隻が8月末から2ヶ月間、
インド太平洋地域の国々と合同訓練を実施すると発表していたのですが、黒潮については一言も触れていなかったのです。海上自衛隊が極秘扱いにしていた黒潮の動きは、新聞の報道を通じて公開されました。同紙は、複数の政府関係者の言葉を引用し、黒潮9月13日に、南シナ海のフィリピン付近の公海で対潜合同訓練を行ったと報道しました。黒潮は、加賀などの他の3隻とは別行動をとっていたのですが、9月13日に、スカボロー礁、中国名、キーワ島、中国、フィリピン間で、領土問題で、紛争中付近で対潜訓練に合流したそうです。そして、アメリカの空母ロナルド・レーガン及び、フィリピンの艦艇と一緒に、対潜ヘリなどを動員して、相手の潜水艦を発見する練習などを行いました。訓練を終えた黒潮は17日、南シナ海に面した軍事的要衝地ベトナムのカムラン湾に入港したのですが、実は自衛隊の潜水艦がこの湾に入港するのも今回が初めてのことでした。ちなみに、このカムラン湾は古くから軍事拠点として重要視されていた港です。日露戦争時にはあのバルチック艦隊も立ち寄ったそうですし、太平洋戦争時には日本海軍も使用したそうです。自衛隊が今回の訓練に参加したことは、南シナ海をめぐるアメリカ、中国の鋭い対立を考慮すると、何とも意味深長な動きと思われます。アメリカは2015年、日米防衛協力指針の改正によって、日米同盟をグローバル同盟に強化し、南シナ海に対する偵察を自衛隊が担当することを、希望する業務として提示してきました。そして、日本の海上自衛隊幹部も、朝日新聞のインタビューで日本政府が、南シナ海へ潜水艦を投入したことは、一歩、より深く踏み込んだ動きですと答えています。その一方で、日本政府は、エジプトのシナイ半島で活動する、多国籍軍監視団、MFO に、陸上自衛隊の派遣を検討していると、東京新聞などが報道しました。もしこれが実現すれば、国連が統括していない多国籍軍の活動に自衛隊を初めて派遣することになります。黒潮の活動を公表したことによって日本の持つ軍事力がどのぐらいのレベルであるのか世界に知られてしまったのかもしれません。この潜水艦の性能は未だ計り知れないものがありますが、それを含めても日本の高い技術力を周辺国に理解させることができたと思われます。海上自衛隊が極秘扱いした黒潮の動きが公開されたのは、新聞の報道を通じてだった。同紙は、複数の政府関係者の言葉を引用して、黒潮が13日に南シナ海のフィリピン付近の公海で対潜合同訓練を行ったと伝えた。他の3隻の艦艇とは別に動いていた黒潮は13日、中国とフィリピンの間に領土紛争が進行中のスカボロー礁、中国名、キーワ島付近で対潜訓練に合流した。自衛隊艦艇は、米空母ロナルド・レーガン号及びフィリピンの艦艇と共に、対潜ヘリなどを動員して、相手先の潜水艦を見つける練習などを行った。訓練を終えた黒潮は17日、南シナ海に面した軍事的要衝地であるベトナムのカムラン湾に入港した。
自衛隊潜水艦のカムラン湾入港も今回が初めてだ。自衛隊の今回の訓練参加は、南シナ海をめぐる米中の鋭い対立を考慮すれば、意味深長な動きと解釈される。米国は2015年、日米防衛協力指針の改正で、日米同盟をグローバル同盟に強化し、自衛隊が担当することを希望する業務に南シナ海に対する偵察を提示してきた。日本の海上自衛隊幹部も朝日新聞のインタビューで、日本政府の南シナ海への潜水艦投入を一歩より深く踏み込んだ動きと話した。一方、日本政府は、エジプトのシナイ半島で活動する多国籍軍監視団 MFO に、陸上自衛隊の派遣を検討していると東京新聞などが報道した。これが実現すれば、国連が総括しない多国籍軍の活動に自衛隊を初めて派遣することになる。日本の軍事力がどれくらいのレベルなのか分かってしまったかもしれない。潜水艦の性能は未だ計り知れない性能があるが、それを含めても日本がすごいことを周辺国に理解できただろう。